に知っといた方がいいかなと思ってちょっとねその話をちょっとしたいなと思うんですけども、みんながねダンスを始めた時に、まあ、友達に誘われてもいいしなんか動画でパッと見た時でもいいしなんかすごいなと思った瞬間で多分あると思うんですよ。でその時にまあポップダンス以外も全部そうなんですけどやっぱね、その人その動きそのダンサーを見た時にうわかっこいいなと思ったはずなんですよね。でそれに影響されて、まあ、自分もね始めたいなと思った人がまあほとんどだと思うんですよ。で、みんながねダンスを今練習してる理由っていうのはほとんどの場合でかっこよくなりたいからだと僕は思ってるんですよ。はい。で最終的にはやっぱりねかっこいいっていうところにたどり着かないといけないんですよ。はい。その過程の中でできないステップを練習したりとかまあ、ちょっとずつねジャンルのことを勉強したりとか、まあ、他のステップ練習したりとかっていうのがいろいろあると思うんですけどだん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 練習していくことによって上手くなっていきますよね。はい。上手くなっていった先には絶対にかっこいいっていうのをね、待ってるんですよ。はい。でこの順番でいったときに、まあ、かっこよく踊れることがみんなのねゴールだとするならば今からみんながやっていかないといけないこと意識していかないといけないことっていうのはかっこよくなる練習なんですよ。かっこよくなる練習でほとんどの方が勘違いしてるのは上手くなっていった先に勝手にね、勝手に自分は上手くなっていけばかっこよくなれるんだと思ってるかもしれないんですけどそれはね全然違うんですよ。これは全然違うんで、かっこよさっていうのはまた別でね練習していかないといけないし、意識して作っていかないといけないんですよ。はい。これをねやっていくことによって初めてうまく踊った上にかっこよさが乗るんですよ。でその時に初めてかっこいいダンサーっていうのが生まれるんですね。はい。みんながね、練習してる時にうまいダンサーで終わってしまうのはねすごいもったいないというかやっぱりね、自分が影響を受けたりとか、もし皆さんがね影響をもらった人っていうのもおそらくかっこいいダンサーだと思うんですよ。はい。そのね、もらったその刺激だったりとか、影響力っていうのを次はね次の人たちにやっぱ伝承していかないといけないんで皆さんがダンスを練習してるってことはみんながかっこよくなっていってまたそれを新しい人が見てかっこいいなと思ってダンスを始めていくっていうのがね、まあ、一番、まあ、理想というか、そういうふうに僕は思ってるんですよ。なので今回はね実際に、ポップダンスのレッスンももちろん大事なんですけどかっこよさの、勉強というかかっこよさっていうのは、まあもちろんですけど、人それぞれ違うんで、何がかっこいいと思うかっていうのは人によって違うんですけど、自分の思うね、かっこよさっていうのを作っていく必要があるんですよ。で、アンテナ張ってって、そういうのをね、ダンスに取り入れていく必要があるんですよ。はい。さっきも言ったんですけど、普通に練習していったら、普通の音楽かけて動いてる人で終わるんですよ。はい。そうなると、やっぱりね、非常にもったいないし、皆さんのそれぞれの個性的なダンス個性的なかっこよさっていうのが、磨かれていかないんだよね。はい。そういう意味で今から少しずつかっこよさっていうのを意識してほしいなと思うんですよね。でその時にかっこよさっていうのはじゃあ、どういうところからもらうのかさっきも言ったみたいに人それぞれなんですけど、自分がね他のダンサー見た時にうわかっこいいなって思う瞬間っていうのが多分ねいっぱいあるんですよ。はい。いっぱいあるんでその人からねやっぱりいろんなヒントを得て真似していくっていうのが一番早いと思います。はい。踊ってる時の仕草だったりとか、まあ、目線もそうですし、まあ、あとはね体重移動のバランスだったりとか、腰をどこまで落とすのかとかあとはね、その人がソウルステップやってるのかとかやってないのかとか、違うジャンルをやってるのかとかやってないのかとかね、いろんな要素が多分あると思うんですよ。で実際にね僕は、ポップダンスを始めた時に19歳だったんですけど、なぜポップダンスがやりたかったかって言ったら、最終的にねこれを極めると、大人のね渋さが手に入ると思ったからなんですよ。大人の渋さ、まあ大人の渋さって言ったらねいろいろあると思うんですけど、なんかこの色気があるね、人になりたかったんですよ。はい。それにねそれにはポップダンスっていうのはすごいね魅力的な一つの要素だったんでぜひともねこれをマスターしたいと思って僕はやり始めたんですよ。はい。
で、今ねこうやってハットもかぶってますしスラックスも履いてるし、まあ、あのいろんなものを、自分のねアイデンティティというものを示してますけど、なんかねこういう雰囲気のある、大人になりたくて、まあ、今もね、まだまだ50歳60歳だった時に、渋くねかっこよく、そしてちょっと動いたら凄みがあるね、雰囲気の漂うような大人になりたいなと思ってるんですけど、それにはねやっぱりねポップダンスって、ね、やっぱどうしても必要だったんでめちゃめちゃ練習したんですよ。でやっぱ20代の時とか、まあ、今もそうですけどやっぱり踊ってる時にねヒットガンガン打って迫力を出したりとかっていうのってやっぱり若いうちしかできないんですよね。はい、これをね通り越すともう本当にあのポップダンスとかっていうのをね音楽をたしなみながら、渋さを出していくっていうことをねどんどんやっていきたいなと思うんですよ。はい、っていうことで、まあ、僕はねそういうかっこよさを、やりたくて今もね練習してるっていう感じです。でそれぞれ皆さんがどんなね、かっこいい自分の像っていうのをね持ってたとか分かんないんですけど、そういう雰囲気にどん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 自分のねかっこよさに近づいていけるように頑張ってほしいなと思います。はい、それを踏まえていろんなね、レッスン、レクチャー、動画を見ながら動きをね練習してもらえたら、同じステップでも違う雰囲気になった、あなたのかっこよさが反映されるしやすい、ステップになると思うんで、ぜひともそれをベースに頑張ってほしいなと思います。